サムラジックのことです、この動画ではですね、こちら35歳から、一生負けない生き方、武田陽一先生と茅野克実さんの、共著ですね、こちらの感想動画を述べております。はい、では早速、お話しさせていただきますとですね、こちらの本、一言で言うと、自己啓発系の本ですね、人生論ですね。でただ人生の、自己啓発系の本はいっぱいありますけどね、でもその中でも、理論的にですね、なぜという部分ですね、根拠ですね、それがもう非常にこう、分かりやすく、なおかつ、説得力のあるですね、形で書かれております。したがってですね、こちらの本はですね、通常のね、巷にあるような、自己啓発、人生論とはちょっとね、一線を置いてというかね、ちょっと違う、角度からですね、武田先生も独自のですね、僕ものすごく大好きな角度なんですけど、独自の角度でですね、人生をどういうふうにね、生きていけば、成功していくのかっていうことがね、書かれてます、ね。非常に非常にこうね、楽しみな、ね、本になると思いますからね、ぜひ、ご人生をね、逆転したいなとね、今現在ね、30前後ぐらいでね、どうもね、このまま行くとね、まず間違いなくもうちょっとしなびた60歳ぐらいになってしまうと、ね、いうのがもうイメージね、ぼちぼちとでき始めてる方はね、でなおかつ、ちょっとこの辺でね、やっぱ人生はね一回しかないから、ね、ちょっと逆転したいなとね、非常にね、60歳になった時にね、ああやっぱよかったなと。決断しておいてね、30年前に決断しておいてよかったなと、ね、いうふうにこう思いたい方の、ためにね、非常にこう人生変える一冊になるんじゃないかなと、ね、いうふうに、僕は、思いますね。はい、したがってね、ぜひぜひ、おすすめの、ね、本でありますから、ね、手に取って、ね、10月なんですかね、これね、発売がね、10月の8日になりますね、書店アマゾンの方でも発売されますからね、ぜひ手に取って読んでみてください。はい、超、おすすめの本です。